まっちゃんです。まっちゃんね、3週間はね、月のうち3週間はね、銀座で鎮圧しています。で、あと1週間はね、全国どっか回っています。今週は博多に3日間行ってました。そして昨日と一昨日は岡山に2日間行ってました。それで今日瀬戸内海を渡って、ここは高松です。高松ね、高松はね、オミクロンの影響もあって、キャンセルが多くてね、もう明日1日だけやったら帰ります。で、この窓の外は瀬戸内海が見える。今夜だから何も見えないんだけどね。今日はね、ちょっとコーヒーブレイクということで、コーヒー飲みながらね、ゆっくりしながらね、話をしてみたいなと思うんですよ。で、あのマイクもありません。で、これ自動的に画面が変わったりしません。ですのでね、まあぼちぼちありますんで、すいませんね。何を話すかっていうと、ここね、変形は、変形じゃなくて修復なんだよ。一般的に言われてる変形っていうのは修復なんだよっていう話を、もう繰り返し、これを繰り返し繰り返し話していきます。修復なんだよということなんだね。これ指でね、ポンとやると変わるんだよ。でね、皆さんにね、本当これね、ご理解いただきたいのは、体重をかけるから変形するんじゃないんだよということ。体重をかけるから軟骨がすり減る。すり減るってことは僕大嫌いなんだけど、いかにも摩擦で減るように聞こえるじゃないですか。摩擦っていうのは体重をかけることだよね。体重かけるから、軟骨が減るとか、骨が潰れて、変形するとか、そういうイメージを持ってる人が多いんですよ。だから体重かけてって言うと、ええって戸惑うんですね。だけどね、もうちょっとね、科学的な話をしましょうよということなんですね。変形は体重は関係ないんです、ね、でないとさ、マラソン選手とか、お相撲さんなんかすぐ軟骨なくなっちゃいますよ。それで骨が変形しますよ。そんな人いませんもん。そうするとね、あの人たちは鍛えてるからだって言うんですよ、大体ね。じゃあ鍛えてない人がマラソンやったら軟骨すり減るんですかっていうことですよ。減りませんっていうの。そう、軟骨というのはすり減らないために、この摩擦係数っていうのね、摩擦係数を小さくするためにあるわけだから、すり減らないためにある軟骨がなんですり減るんですかということですよね。で、さまざまな理由をつけて、先生たちは誤解を説明をすると思うんですよ。だけどね、なんか矛盾するんですね。例えば屋根が浅いからすり減るんだよいうことね。で、屋根が浅い人ってのはもう子供の時から屋根浅いわけで、球外形成不全って言うけどね。じゃあ子供の時からもう減ってたんですかって言うと、そういうことはないんです。やっぱり、閉経の時期ね、もうちょっと年齢がいってから減ったりするじゃないですか。だからあんまり関係ないんですよね、屋根が浅いっていうこともね、筋力鍛えてるからっていうことも、そういうこと説明すると思いますよ。でも、もうちょっと科学的な話しましょうよということなんですね。だからまずこれね、体重かけると変形が起こるんではないよということを、もうこれを理解してほしいんですよ。で、次、ほいと。で、これね、変形っていうのはね、炎症があるときに起こるんです。炎症があるときに起こるね。変形性股関節症って関節炎ですから、変形性股関節症は股関節炎ですからね、炎症なんです。その、まあ、炎症は起こらないに越したことはないんだけども、炎症が起こってしまったら、それを、治そうとして変形が起こるんだということをね、ちょっと頭を切り替えてほしいんですよ。で、これが修復だっていうことなんですよね。ね、それをね、理解してほしいんですね。炎症はね、もうこれは一般的に
常識だけども、炎症というのは傷ついた時に、もう体の何かが傷ついた、まあ僕もね、よく心が傷つくことあるけども、それちょっと違うんだね。体の組織が傷ついた時に治そうとして炎症っていうのは起こるんです。治そうとして炎症は起こるんです。で、変形性股関節症は股関節炎でした。炎症っていうことはね、何かを治そうとして起こってるわけ。これもう常識ですよ。ね。ということでね、炎症は傷ついた時、体の肉体が傷ついた時に、それを治そうとして起こる。まあ別の例としてはね、ウイルスが入った時にそれを退治しようとして、やっぱりこれもね、体に害が与えられようとすると炎症を起こしてやっつけると、それで熱が出るということですよね。こういうふうにね、炎症というのは修復、その人を治そうとして起こるんだっていうことはもう基本中の基本なんですよね。はい、炎症は悪者ではないです。私たちの味方なんです。ただしそれには痛みを伴うんだよね。うん、これはね、ちょっと あんたね、安静にしてなさいよっていうことだと思うんですよね。うん、修復のために起こるんだと。で、炎症が起こるとね、何が起こるかっていうとね、炎症物質っていうのがね、出るんですよ。これすごいですよ。ね、炎症が起こると炎症物質っていうのが関節の中に出てくるんです。どっから出てくるかっていうと、血管の中から出てくるんですよ。血管の中からね、そういった血管の中から白血球が壁を通って出てきたりとかですね、あと脂肪細胞とか、マクロファージって言われてるものからね、こういう物質が出るの、出すんです。そしてその物質で修復していくんですよ、ね、だから炎症が起こってた時しか変形は起こらないんですね。体重かけるから変形が悪化するんじゃないですよ。だから体重関係ない。だから私はほとんど YouTube の中で、体重のことは言わないと思います。関係ないですもん。ただね、まあ動きにくくはなるよね。だからある程度のまあ標準体重前後ぐらいで維持していけばいいんじゃないかな。で、まあゆっくり体重が増えたとしたら、それを支えなきゃいけないから、人間のね、足には筋力が徐々についてくるんです。急激に太るとかっていうのはね、ちょっと動きにくいっていう意味では良くないかもしれないですね。ただね、この体重が多いから変形していく、股関節が痛むってことはないです、はい、で、こういうふうにね、治そうとして炎症が起こると炎症物質が出るんだよということですね。炎症物質、これね、まあこれ滋賀医科大学のホームページでよく僕は取り上げるけども、このホームページがすごくいいんですよね。これが炎症物質なんです。こんないっぱいあるんですね。いっぱいあるので、こんなところから出るの、いっぱいこういう場所からこういう物質が出るの、うん、ね、そして修復が始まるんです。でね、ちょっとこの丸いところをね、ピックアップしてみますよ。なんて、マクロファージ、マクロファージじゃない、炎症メディエーターっていうのは、この炎症物質のことをね、炎症メディエーター、この炎症物質のことを炎症メディエーターと言うんですよ。炎症が起こると関節の中に血管からいろんなものが出てきて、いろんなものを出してくるということなんですね。そのここのね、さっき丸を囲んでたとこちょっと大きくしたんです。で、ここには何て書いてるかというとね、炎症メディエーターとは損傷された組織、ここらは違うんですよ、損傷された組織、体の肉体的な組織および炎症部位に浸潤した白血球や、浸潤というのは血管からこう白血球が出てくるんですね。そうすると、そういう白血球や脂肪細胞、マクロファージなどから放出される
生活活性物質であるということなんです。この炎症メディエーターっていうのはね。でさらにね、炎症メディエーターは血管の透過性を良くします、更新します。血管の中にこう出たり入ったりしやすくなる物質がね、血管ってね、あの別に閉じてるわけじゃないんですよね。なんか壁からねちょっと出たり入ったりできるみたいなんですよ。すごいよね。でそういうのがね、ちょっと機能が上がったりとか、血管が拡張したりとか、白血球が走ったり、染み込んだりする力が メディエーターによってできると。あとね、ここに書いてんだけども、どうだろうな、この辺かな、ちょっと分かんないけども、組織破壊などの作用を引き起こしますって書いてるの。組織破壊って書いてる。炎症メディエーターは組織を破壊するんだと。これいかにも悪いようなことを書いてるんだけど、破壊して修復していくんだと。これ破壊ってよくないな、やっぱりね、言葉としては。やっぱり修復っていうふうに理解しておいた方がいいと思う。組織を破壊する作用を引き起こす。一見破壊するんだよ、でもそこから修復していくんだと。その時に、幹細胞っていうのがね、幹細胞っていうのが働くんだけども、幹細胞が軟骨になったり骨になったり変化して修復していくわけ。なんだろうな、この骨の表面をこうペタペタきれいに貼っていくような感じ、塗っていくような感じ。そうで、さらにね、炎症メディエーターは、これちょっと難しいけど、ポリモーダル受容器を刺激してその反応性を高めて、痛覚域値の低下による痛覚過敏を引き起こします。要するにね、これがね、この炎症メディエーターっていうのが股関節痛の原因なんです。これが股関節痛を起こすんです。まあ炎症を起こしてね、起こすんですよということなんですよね。そしてここなんて書いてあるんだろうな、組織の破壊から、破壊っていうのは、破壊からの修復というふうに理解した方がいい。これちょっとね、例を見せてみましょうか。この方ね、よく僕の YouTube なんかでも出てくるんだけど、僕はやっぱりお医者さんじゃないから、レントゲンをこう手に入れるっていうのは非常に難しいんですよね。だけどこの方はまあ何年かこう経過的に、持ってたものですから、そう見せていただいたんですが、この時はね、もうここ関節面見るともう破壊されたように見える、ね、破壊されたように見えるんですよ。これはね、これがこの患者さんの痛みの経過なんですよね。痛みの経過、これが炎症の山と僕は呼んでる山なんですね。この山のように経過しました。一見進行性のようにどんどん悪化するように見えるんだけど、ピークを過ぎると下がっていくんだよね。まあ今ね、コロナもこうピークがあって下がっていくじゃないですか。あれと同じような放物線上の経過をたどるんですよ、変形性股関節症ね。でこの時にね、この時期前半の時期は炎症物質が出てね、ちょっと破壊してる時期なんだよ。ちょっと痛いんだよ、それ痛いんだけど、そこを乗り越えるとね、修復が待ってるんだよね。これわかるかな、非常にこの関節面綺麗に修復されてるんです。おそらくこれね、軟骨としてはね、1ミリあればいいです、十分。軟骨、まあ当たっててもいいんだけど、神経ないからね、ここは痛みの物質の神経がないんで、まあ大体言うね、1ミリぐらいで落ち着くかな。これで十分です。これ普通に歩けます、ね、で痛みがね、これこの段階では一番痛いとこを100とした時に20ぐらい、一番痛い時を100とした時に20ぐらいになってる。20ぐらいになるとね、もう結構動けます、ね、ゼロにならなくてもかなり動けます。ただまあ動きすぎたらちょっと痛かったりね、だけどそれもすぐ取れるようになってくる。20ぐらいになってくるとね、まあもう一息だねっていう感じはあるけども、
もう結構良くなったねっていう感じなんですよ。ある時から急にね、なんか良くなった感じがするわけ。このピークを過ぎたあたりから。なんか違うっていう感覚が出てきますから。はい。それまではね、なんか悪くなる一方なんですよ。で、こうずっとこう行きそうなんだけど、行かないんですよ。はい。ということでね、これ、破壊って言うんだけども、破壊からの修復なんだということね。で、だけど修復されてもね、これを変形と呼ぶわけ、これを。この形を。やっぱり変形してるのは、変形という意味では変形してるんだけど、これもう修復が終わったんです。終わったのね。炎症は修復するために起こると。で、修復が終わったら炎症もう必要ないからなくなっていくわけですよ。だからこういう経過をたどるわけ。山のような経過をたどるわけですよね。だからね、こういう変形というのは修復なんだということね。で、皆さんね、変形は初期、前期、初期、進行期、末期って言うじゃないですか。ね、もう一回ね、前期、初期、進行期、末期って言うじゃないですか。この言葉はね、この考え方から言うと間違いね。前期ってまだほとんど変形がない状態。それから、まあ、じゃない、前期だね。それから初期、まあ、ちょっと軟骨が狭くなって、この頃炎症が起こってくるんだよね。そして進行期、この時に修復してるんです。修復期です、これね。そして落ち着くんです。修復終わったらもう骨が一定になります、ね。これを安定期というわけ。安定期ね。だからもうね、進行期、末期なんて言葉は忘れてくださいね。お願いします。なんだ、修復期、末期。末期じゃないよ。修復期、安定期ってみんなで言いましょう。はい、せーの。修復期、安定期ということで、乾杯ということでね、今日はね、まあ、そういうことで、変形というのはね、修復なんだよということをね、ちょっとね、もう、しつこいぐらいにね、言いたくて、ここ、高松からお送りしました。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。乾杯。まあ、またこれが高松から帰って、あの動画をね、動画をあの時間作って動画を撮りたいと思いますので、またよろしくお願いします。またお会いしましょう。さよなら。股関節痛は怖くない。それでは皆さん、またお会いしましょう。